こんばんは。お待たせしました。こんばんは。お待たせ。だがしかしちょっとまだ終わってないので、今日は短めの配信にします。とりあえず、用は済んでない。終わらない。今日は短めなんですけど、早寝しようって思ってたんですけど、ちょっとこのまま寝るのはさすがにということで、今日は寝ません。寝ますよ、寝ますけど早寝はしませんっていう形にします。で、1時半から今日はアスカノがやるので、1時半、もし、まあ1時半なるだろうな、あと1時間で1時半だもんな。そうだよね、なんか今日アスカの見れないなって思ってたの。1時半まで起きてる予定なかったから、ありがとう、みんな優しいね。そうだから1時半まで起きてるつもりなくて、エアコンつけよう。見れないと思ってたけど、多分これは見れると思うので、今日はアスカのを見て寝るということで、2時過ぎぐらいに寝ることになりそうです。今日はね、何時までできるかわからないけど、ちょっと寒いね。うん、ちょっと寒い寒い寒いです。で、カバンが汚い、カバンをきれいにちょっとしたいな。こんばんは、こんばんは。最近のバイオにしては早い。まあ確かにね、まあ2時にね寝たいよ。私も寝たいと思う。2時半かな、2時半とかに寝たいなって気持ち、気持ちね。寒い。ちょっと片付けします。あ、結局ね、今日はね、さやかと遊んでません。ちなみに2人とも起きるの遅すぎた。遅すぎたぞ。最近早い時間に寝てんの？なんで？お利口さんなの？もしかしてお利口さんか。私はお利口さんじゃないよ、最近も。猫は寝てる。最近みんなのおかげで、いやそうよ、ラスアイアの12時のシンデレラの法則なくなったから、みんな深夜配信なんだよね。12時超えてるメンバーが多い気がする。はい、お掃除お掃除。11時で眠くなって寝ちゃうってめちゃめちゃ健康的じゃないですか。うん、羨ましい。いいね、その生活。あれ、でも今日は11時過ぎてる。夜更かしさんだ。じゃあ今日は夜更かしさんの日なんですね。思い DM どうぞ。読む
のは明日になっちゃうかもだけど。24時前に寝たことない、寝たことない、寝たことないの、寝たことないの。24時前にね、寝るとね、なんかすごくいいことした気持ちになれるよ私の場合だけど、すごくいい気持ちです。なんだろう、別にいいことしてるわけではないんですけど、あ、なんかいいことしたなっていう、なんか世界でも救ったっけなみたいな気持ちになりますね。明日雨降りますか？ちょっとみんな、明日って雨降る？雨降るの？降りますか？明日雨。マジですか？じゃあ寒いかな、明日寒いのかな、雨降るのか、朝から雨なの、それは嫌だ、ちょっとそれ困るな。でもそっか、折りたたみ傘買ったことだし、この折りたたみ傘デビューってことで喜ばしい一日だと思うじゃないか。折りたたみ傘使えるっていうね、そういう喜びの日にしましょうか。じゃあ明日はね、喜ばしい喜ばしい日です。はい、イヤホンも充電して、と、折りたたみ傘ちょっと開くのやめよう。私さ、すぐさ折りたたみ傘さ開きたくなっちゃうんだよね。インスタ、恋の足音がすごい抜けない、どうしよう。雨か、明日雨か、こうね、雨だとって、雨で低気圧強いと頭痛くなっちゃったり、テンションがドヨーンってなったりするので、雨はあんまり得意じゃないです。雨得意な人あんまいないか。寝れるってやっぱ夢の声まだこんなガサ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 やってるよ、それでも寝れる、ガサガサマンだよ今。危ない、
ちゃんの声聞くと眠くなる。やっぱ私の声にはそういう眠りの、あ、眠りの周波数みたいななんか流れてんのかね。そんなことはないと思うけど。シューってした恋の足音聞こえますように。声が心地よい、ありがとうございます。ラジオ大好きです。あ、癒される、ありがとうございます。そんな嬉しいですよ。バイブの配信聞こうと思って一瞬で寝ちゃったから。いやー、あのね、私の配信来てすぐ寝ちゃう人結構多くて嬉しいですね。褒められてる気持ち。ハオな声、なに、ハオって、ハオってなんだ、ハオって。深夜のディスクジョッキー、それが君さ、何の歌か分かんないし、ジョッキーって何か分かんなかった。こんばんは。あ、目が重くなってきたって。私はまだ目冴えてます、まだ大丈夫です。だからやることあるの。だから配信切ったらまたちょっとやんなきゃいけないんで、やることが終わってない。ビール飲むために使う、いやそれは、え、それは知ってるんだけど、そのジョッキ、私私そのジョッキなの。うん、4時ぐらいに寝てるよ。当たり、それ当たり。わあ、スターどうしようね。夜型です、はい、手伝いましょうか。いやー、きっとね手伝えないので大丈夫です。はい、大丈夫です。いいねって、そうね、まあ、一瞬だけね。今週はちょっと忙しかったかな。今週はもう結構予定パンパンで時間がないって感じなんですけど、全然来週からの予定わかんない。来週からはどうなるんだろう。ちょっと今週は結構予定パンパンで頑張れ。ありがとう、頑張れ、ありがとう。4時は最近マジで爆睡してる。え、いいことよ。で、4時まで起きてる方がおかしいからね。どうもです、どうもです、どうもです。
15分経ったらしいが、もうちょいもうちょい大丈夫か。わあ、アスカノの前に寝れるかな。寝たいな、アスカノ始まる前に。全然寝たいよ。寝れるかは別としてね、あの電気消してもう布団に入って目をつぶるってことをしたいです。けど本当はまだ寝ちゃダメ、やることやってないからね。これしか喋ってない気がする。どんだけやることに追われてるんだって。追われてます。そう、アスカの朝を TVer で見れますから、はい、TVer 様様です。 TVer 様様でいつも見てます。実はなんならリアルタイムで見たことない見たことないですね。え、そうなの、今日やんなきゃいけないの。そう、なのですよ。全然そんな偉くないけどありがとう。部屋散らかりまくりだけどね、私。だから偉くないよ全然偉くないよ。え、そう、明日までにそう覚えるの。明日までにっていうか、もうね、日付変わっちゃったからもう今日覚えてなきゃいけないですよ。頑張る、ありがとう。いや、アスカの見たいな、気になってます。アスカのも気になるけど寝たい気持ちもあるよね。だって2時まで起きてると逆に寝れないみたいなテンションに。で、また夢見たの。もう毎日夢見てるんです私。なんか夢見ないで熟睡したい。毎日夢見てる。今日の夢は何だったっけな、忘れちゃったな。起きた時はね覚えてたんだけど、覚えてて夢占い急いでして朝、やっぱ覚えてるうちに夢占いしなきゃと思って急いで夢占いして、でもう忘れちゃったな。朝はね夢占いしたからもう満足して。夢だったっけな、今日見た夢は。そう、毎日夢見てんの。夢見てんじゃないよ、夢見てんの夢見てないよ。夢です、夢。ラジオで無音だとみんな寝ちゃうね、まあ、全然寝ていいんだ。みんな寝落ちに使ってほしいぐらいの配信だからね。夢の夢を見てますか？見たことある？不思議だよね夢って。何なんだろう夢って。不思議。この時間全く寝れない。この時間寝たいよ。もう私も寝たい。久保玉は起きてます。ちなみに今日も久保玉起きててくれてありがとう。もう寂しいもん、みんな寝ちゃったら。
あ、はい、もちろん夢の配信聞きながら夢見に行ってきてください。最近日の出とともに寝てる。一緒じゃん、私とめっちゃ一緒の生活してるよ。こんばんは。あ、こんばんは。そう、夢と現実分かんなくなることね、分かる、ある。え、でも最近は全部ずっとね、夢だなって思いながら夢見てる。もう分かってんの、夢見てんだなって。分かってるんだけど、その夢の中では必死なんだよねなんか大体なんか必死に逃げたりしてる。全然夢って分かってんのに必死で悲しいし、必死で嬉しいし、必死で怖いし、必死で動いてる。夢って分かってはいるんですけど。あ、雨降ってきた。早いね、もう雨だね。明日本当に雨なんだ、一日中。できればやめていただきたいできれば雨やめていただきたいんだけど。夢の中でも全力な夢ちゃんそうよ、夢でも全力。しかも夢って分かりながら全力だから。明日何曜日だ。明日そうか、水曜日なんだ。だからといって特に何もないんですけど。週の真ん中だね。ほんと曜日感覚なくて、内容とか分かんなくて、分からず過ごしてるんですよ。だからなんかゴミが出せないあの部屋のゴミが出せなくて困ってた。明日水曜ね。てか私ちゃんと曜日分かっとかないと。もうそろそろ出したかったゴミを。明日水曜ってことはみんなもお仕事なんだね。明日も頑張ろうね。明日も一日頑張ろうね。わかんないけど水曜って私意外と好きで、水曜日なんでなんだろう。多分小学校中学校とかあれかな、水曜日ってなんか早帰りの日があったりしたじゃん。だからかな、水曜日課とかだから好きでした。早帰りになってもいいような日課になってるからさ。みんなは何曜日が好き？まあ日曜日とか、あ、違う、土曜日と金曜日が好きって人は多いと思うので、金と銅はダメ。金と銅は禁止で、私結構水曜なんだよね。金土嫌い。え、あ、そうなの？金土好きな人多いと思ってたけど、休みだから。日曜、え、それはちょっとさ違うじゃん話が。
じゃあ日曜もなしって言った方がいいな、これは。日曜もダメ。まあいいや、日曜でもいいよ。次の日仕事だけどね。ああ、明日から仕事だって思いながら過ごす日曜日だけどそれでもいいならいいよ。明日から仕事なんだってそんな風に思いながら過ごす。水曜ラーメンデー、何それ。そんなあるの。あ、木曜日。あ、わかる、木曜日も好きよね。私火曜日嫌いなんだ。月曜もまあ割と許せる許せるってなんだよ。いや月曜も許せるんだけど、ちょ、火曜が許せなくて。私火曜嫌なんだよね。日曜日ね、はい、一日楽しく過ごせればね問題がないと。まあ夜寝る時とか屈辱だけどね。うわ、今日一日楽しかったのに、うわ明日から仕事かみたいな、学校か、早寝しなきゃっていう、その天と地みたいな境目を生きることにはなりますけどめっちゃ言い方大げさ。映画安いんだ。え、ラーメン食べれる。あ、そう。え、めっちゃいいやん。火曜はドラマあまり面白いのない。あ、そう、確かに。どうだろう、火曜日ドラマのイメージ確かにあんまないかも。夜来、あ、夜来火曜日だったね多分いや、曜日感覚なく生きてるからさ、本当にすいません。内容とかあんま意識してなかったんだけど、火曜だったんだよ。月曜日は恋マジあるから。やっぱドラマの影響って強いよね。なんかこのドラマがあるからこの曜日好きとかってなれるのってすごくいいことだと思う。じゃなきゃだって全部の曜日嫌だってなっちゃうもんね。なんかもう電気消しちゃった部屋の。調子に乗ってるかなそれって調子に乗ったかな。でも消したいって思ったんだよ。よいしょ。はい、寝る気満々ですかねこれってでも寝ちゃいけないんだよ。寝ちゃダメです。金曜の夜、え、わかる、ワクワクするよね。次の日が休みだしね、わかる。アスカノまであと30分ぐらいですね。やばい、寝なきゃ。寝なきゃ。けどやること終わってない。明日苦しむのは自分なんだよ。最近バユメの顔、いやそうよ、レアよ、レアです。部屋真っ暗で寝れます。むしろ真っ暗じゃないとね寝れないです。布団かぶんないと寝れない。しかも確かにやることあるのはいいことよ。そうよね。金曜日の深夜好きだな。嫁ちゃんが深夜配信をしてくれるから、
あ、全然金曜じゃなくても毎日深夜配信だよ毎日深夜配信です。こんばんは、さげにこんばんは。そう、最近 SNS サボってごめん、ちょっと忙しくて。こんばんは、ゆうとこんばんは。でもSNS に写真を載せた時、みんながいいねとかコメント今まで以上にしてくれるから嬉しくて載せたいけど写真がない本当に写真がない。最近本当にあの写真を撮るみたいなそういうことがなくて、プリ可愛かった、ありがとう、ありがたきです。本当に。じゃあそろそろかな、あと4分で1時になるので、そろそろかしら。自分で寝顔撮って載せません寝てます。明日、あ、今日何時起きかってちょっとわかんない何時起きだろう。でもまあ普通に起きます。何時だろう、11時とか。明日もしかしたらショールーム昼やる、昼やります。朝早くはない、大丈夫。でも寝たいんだ。お昼に配信する。顔出しできたらするね。また準備しながらの配信だけど。そんな感じです。今日はちょっと短かったんですけど、みんなもちゃんと、もう1時だから寝ね寝しか言ってない今の。寝てねって言いたかった。寝ね、みんな寝ね、おやすみって言いたい。寝ね。では13位カジくん、11位ヨシハル、10位エレメンツ、9位カメさん、8位バボスさん、7位チアタン、6位リョウタロウ、5位ユウくん、4位ギターアザラシ、3位ブッチャン、2位アーサー、1位がノイチ。ありがとうございました。寝なかったら配信してもいいよ本当に。そしたらもう何も言わずにゲリラでやりますよ本当に。起きてる人だけみたいな。もう私の配信のせいでみんなが寝れないの嫌だからねじゃあおやすみみんな。ねおやすみ、ありがとうございました。また明日。バイバイ。